はい、こんにちは、りょうずです。今日はですね、またカメラのことを、一つ語っていきたいなと思います。今日はレンズですね。僕の使ってるカメラは、α6000 というカメラですけれども、ソニーの E マウントになります。まあ、ソニー E マウントはですね、あまり数多くのレンズが出てないということで、こう特に安いやつですね、こう値段が安価でかついいものというのが非常に少ないので、レンズ選び困っている方たくさんいらっしゃると思います。その中で一つ今回は紹介したいと思います。はい、今日紹介するのはシグマの、30mmF2.8DN というモデルです。Eマウントは数少ないレンズ群ですので、まあ、カメラをやられている方でしたらこのレンズ必ず知ってると思うんですが、だいたい15,000〜16,000円ぐらいで買える非常に安価な単焦点レンズですね。まず見た目についてです。僕は非常にこのアートラインというのがシグマで出てからですね、どのレンズも見た目はとてもかっこいいんじゃないかなと思います。まあ、基本は大変シンプルで、ちょっとマットな感じになっている部分が多くてですね、こう現代的なモダンなデザインだなと思いますね。で、ちょっと僕はデザイン的なところで少し気になるなと思っているのはこのピントリングなんですけれども、人によってはこう滑りやすいとかですね、こう素材感があんま良くないみたいなこと言うんですが、まあ重さはそんなに重くないですね、軽めです。なのでちょっとシビアなピント合わせをするのはちょっと難しいかなと思いますけれども、僕はこの 30mm、 こう長さがすごく短いコンパクトなレンズなので、こうフードにですね、こうピント合わせようと思ってやった時に指が微妙に当たる感じというのが少し気になります。僕はあまりこうレンズにコンパクトさを強く求めてはいないので、できればこれがもう少しこう余裕のあるサイズ感だと僕は使いやすいなと思うんですが、まあでもコンパクトであるというのはとてもいいことなので、それはちょっと一概にはダメだとは言えないと思いますね。次に見た目というか、こうまず画角とか画質とかっていう話以前のところで、これよく言われるんですけれども、聞こえるかな、この音ですね、こうカタカタ言うんです。これ電源入ってると言わないんですけれども、電源が切れてる状態だと中で何かがカラカラ言ってるような音がします。で、結構気になる方は気になると思うんですが、個人的な意見としては僕はそんなに気にならないですね。ストラップがついてたりとかしてると、どうせそうカメラ自体のその周辺からですね、たくさん音が出ているので、この程度の音をシビアに考える必要性はないんじゃないかなと思います。はい、次に、30mm という画角についてなんですが、APS-C、Eマウントの APS-C の場合は、1.5 倍の焦点距離になりますので、 30mm という焦点距離の場合は 45mm 換算、違う、フルサイズ換算 45mm になるわけですね。まあ、大体人の目の画角が 50mm と言われているので、僕はこの 50mm 近傍の焦点距離のレンズというのはこう初心者の人にお勧めできるものなんじゃないかなと思います。まあ、30mm 換算 45mm というのはですね、ちょうどこうテーブルに座った時に目の前にあるものを撮る時に、まあ、限界ギリギリちょうど 目線に入るところ、目で見えるところがほぼ収まってくれるという意味では一番使いやすいタイプの画角なんじゃないかなと思います。はい、次に画質についてですね、まあそれが一番気になるところだとは思うんですが、最近のシグマのレンズに関してはどれも、共通したことが言えると思うんですが、画質に関して特に解像感に関してはもう文句のつけようがないと言って過言ではないんじゃないでしょうかね。非常に解像感の高い絵が撮れます。正直言って味のあるレンズではありません。なんだろう、ちょっとしたボケの感じだったりとかっていうのがこう味のあるみたいな表現をされるレンズたくさんあるんですけれども、このレンズ、まあ、特に最近のシグマの意向というか考え方はですね、どう考えても目で見るよりも綺麗な絵を撮りたいと、まあ元も子もないようなことを言ってるようにも聞こえると思うんですが、とにかく解像感が高いということがいい絵につながる第一歩だというような考え方を持っていると思います。これはDP だったりとかこうシグマの作るカメラを見ればよくわかるんですが、とにかく高い解像感をまず持たせることというのを非常に重点を置いて設計されているんじゃないかなと思います。次に最短撮影距離についてです。最短撮影距離、このレンズは30センチという最短撮影距離になっているんですけれども、30センチという最短撮影距離はですね、こう画角としての 30mm、45mm という
画角上は特に問題は感じたことがあまりないですね。まあ、最短撮影距離はセンサー位置から被写体までの距離ですので、まあ大体これでどのぐらいかな、まあ80ミリぐらいは多分フード含めるとありますので、まあ200ミリ、20センチぐらいまで近づけるっていうことを考えるとですね、最短撮影距離で困ったことは僕は個人的にはないですね。 E マウントのカメラが非常に押しとして強く押し出している部分にオートフォーカスがあります。オートフォーカスの速さ、オートフォーカスの正確さというのを E マウントのカメラはどれも言っていて、まあ 4D フォーカスと呼ばれるものですけれども、非常に精度の高い、速度の速い、オートフォーカスを自慢にしているんですが、これが他社のレンズがついた時にどうなのかというところなんですけれども、僕自身が使っている、まあ、もうかなりの枚数の写真を撮りましたが、僕自身が使っている上でですね、オートフォーカスの速度がオリジナルのソニーのレンズに比べてそこまで遅くなったというイメージはないですね。元々が早すぎるというのもあるんですが、結構普通に使用するのには十分耐えるレベルだと思いますし、例えば照度が変わる、まあ暗いところだったりとかで合いにくくなるみたいなのが E マウントのカメラはかなり少ないので、そういったところも含めてですね、特にその元々持ってる能力をスポイルするようなことっていうのはほとんど感じたことがありません。動画の時のオートフォーカス、動画の時の画質についてもほぼ同じ意見ですね。基本的にはもう解像感の高い絵をとにかく撮れる。で、動画の時もオートフォーカスの速度がこうまばらになったりとか、そういうことも特にないです。動画で使用するにおいても非常に使いやすいレンズだとは思いますね。はい、このレンズ僕この間ドイツの出張中は基本ずっとこのレンズをつけて写真も動画も全部撮ってました。なのでかなりの枚数の写真を撮ったんですけれども、他のレンズ、例えば僕がレビューもやりました EF50mm キャノンのレンズを使ってマニュアルフォーカスを、使用してやる撮るっていう時に比べてでもですね、とにかく楽ちんです。まあ当然オートフォーカスがしっかり効いてくれて解像感の高い絵が出てくる。でボケの感じだったりも非常に素直ですし、とにかく使いやすいレンズだなというのが一番の印象ですね。悪い言い方をすればキャラクターの薄いレンズだと思います。キャラクターが薄い、なんて言えばいいんでしょう、優等生なんですよね。とにかく優等生なレンズなんです。だからポンと渡されて誰でもそれらしい絵を撮れると。癖の強いものはやはり使いこなすのにその癖を覚えなければいけないという時間がどうしても必要になってくるんですが、このレンズに関してはですね、こう本当に渡されたその場で撮ってもすごく解像感の高い絵をすぐにパンと出してくれるという意味では使いやすいレンズというのは一番言葉としては合ってるんじゃないかなと思います。はい、僕はすごくシグマのレンズのファンなんですが、こういった優等生のですね、使いやすいレンズ、かつオートフォーカスが特に迷ったりもしない欠点のないレンズを、シグマさん今たくさん作ってると思います。なのでですね、E マウント、ミラーレスですね、ミラーレスに対してこうサードパーティーであるシグマさんがですね、たくさんのレンズを、作ってくれるとですね、僕らユーザーは本当に嬉しいんですけれども、僕は知り合いでも何でもないですが、たくさん山木社長の映像を見ておりまして、非常に好感を持っていい会社だなと思っておりますので、今後ですね、シグマさんEマウントレンズ作りませんか、作ってくださいよ。もうそれがいっぱい出てくると本当に嬉しいんですけどね。まあちょっと話がそれちゃいましたけど、まあ、シグマ 30mmF2.8DN とてもいいレンズです。あ、そうだ、1個、これね F1.8 だったら嬉しかったんですけどね、単焦点ですから、ボケの強い絵を撮れるレンズだったら最高なんですけどね、少なくとも 30mm、50mm、70mm とかその辺のところの単焦点レンズからまずシグマさん作ってくれませんかね。本当にいいですよこのレンズ、すごい使いやすいレンズです。なのでまあ期待を込めてこういう風に紹介動画作ってみております。それでは最後にですね、いつも通りレンズだったりカメラの時は、作例をいくつか用意しますので、この後
少しずつ写真見てもらおうと思います。ちょっと動画の方はですね、僕自身は今アルファではあまり動画を撮らなくなってますんで、動画作例はちょっと出さないですけれども、あくまでカメラ写真として使った場合に、このレンズの生み出してくれる絵がどういうものなのかというのが少しでも参考になれば幸いです。それでは楽しんでいただけましたでしょうか。ありがとうございました。りょうずでした。